それではこちらの文献を紹介します。こちらの文献は、自動小論文添削を行う研究です。例えば、上のプロンプトっていう、課題が課せられて、下のエッセイっていう作文を書いたとして、このエッセイに対して、何かスコアを振るようなタスクです。で、これまでの研究の流れを追うと、まずはフィーチャーベースで、いろんな組成を、から、そのスコアを、線形回帰で予測するっていう、ものがあって、次に LSTM を使った、手法が出てきて、で最近だと、ニューラルネットワークと、組成の組み合わせを使ったモデルが高い性能を示しています。でこの、論文では、LSTM のモデルをベースにして、さらにその文レベルではなく文書レベルに拡張を行って、さらに、文の流れ、談話を認識するように、事前学習を行いました。で、この論文で、スコア予測をするために、LSTM をベースにするんですけど、文書レベルに拡張を行うんで、この2つのモデルを使って文書構造を捉えることを行います。で、1つ目の、ヒアリカル RNN は、2段階に重なっていて、1段目は単語レベルの入力で、その1段目で、文の、ベクトルを作って2段目に渡して、2段目は、文ベクトルを入力として、最終的なスコアを出すっていうような構造になってます。で2つ目は、バイディレクショナルコンテキストユーザーテンション BCA というもので、さっきの、ヒアリカル RNN を拡張する形で、さっきのモデルだと、文と文の関係が、独立してしまうという問題があったんで、そうじゃなくて、前の文と、後ろの文との、依存関係、意味的な文脈をもっと考慮しましょうという、モデルです。で、今の現在の、入力文の各単語が、ここにあって、RNN で普通に、現在の単語の、潜在表現を出力するんですけど、それに加えて、前の文の各単語とのアテンションを計算して、その荷重平均で出したベクトル と、同じことを一つ後ろの文とのアテンションを出して、ベクトルを出力して、この3つのベクトルの、結合を、次の層に渡すということを行うモデルです。でそれから、スコア予測に関連するようなタスクで事前学習を、行います。で一つはナチュラルランゲージインフェレンス NLI、 もう一つは、ディスコースマーカープレディクション、これはその1つ目の NLI は、知ってると思うんですけど、2つの文の対から、矛盾か合意か中性かを予測するようなタスクで、2つ目の DM は2つの文から、その文と文の接続関係を表す、この間には however とか in other words とかが入るよねっていうものを予測するタスクになります。このタスクで、その文レベルの認識じゃなくて、文と文の関係を捉えるような、モデルにしようということです。それから、入力のベクトルとしてバートを使います。で、訓練方法です。でこの図は、事前学習と、ファインチューニングを両方まとめた図なんですけど、プリトレーニングの時は、2つの文を入力して、それぞれの文のベクトルを生成してあげて、それを結合して、クラス分類を行うということを訓練します。
で、まあ、これを引き継ぐ形で、パラメータを共有して入力は、まあ、複数の分で、この上の層で、まあ、複数の分、まあ、文章から、SA ベクターを出力するような、訓練方法になります。でデータセットは、2つを使います。1つ目の LDC は、まあ、トイフルのエッセイに、3つのラベルが付与されているものです。で2つ目の ASAP は、これはカグルのコンペが開かれた時に使われたデータセットで、まあ、スプリット1、2とあるんですけど、まあ、2から12と1から6のスコアが振られているようなデータセットになります。で結果なんですけど、まあ、いろいろ試してて、でモデル あのいろんな事前学習とモデルの、まあ、組み合わせをいろいろ組み合わせて、一つは、小論文データだけで訓練した場合で、二つ目は、事前学習として NLI か DM どちらかを事前学習してファインチューンする、で三つ目は、その二つの両方を使って事前学習する、四つ目は、まあ、事前学習はせずに事前学習済みのバートを入力として使うっていうことをしてて、この3つ目のブロックと4つ目のブロックで HAN と BCA を比較できるんですけど、 HAN より前後の関係を捉えた BCA の方がスコア高くなっています。それからそのモデルに対して事前学習を行うことで性能は上がっているんですけど、 NLI タスクは、まあ、貢献が小さかったです。で一番は、バートを入力した時が一番高い性能を示しています。で ASAP のデータセット、まあ、このデータセットは、訓練データが非常に少ないデータセットなんですけど、それに対しては先行研究の、バートベクトルを使った HN 構造に、いろんな組成を加えた手法が、一番高くて、まあ、それを超えられてないんですけど、フューチャーベースドのモデルだけでも高い性能を示してて、訓練データが少ない状況では、組成が強力であることを示しています。はい、まとめです。小論文採点タスクで前後の関係を捉えることと談話構造を理解するような工夫を行って、結局バートの入力が強かったっていう結果になりました。はい、以上で終わります。